おはおはこんばんにちは。はいどうも、カズマルクスと申しますということでね、今回もね、マリオメーカー2やっていくんですけども、いやなんか人気ランキング見てたらですね、さっきねこのちょっとちゃっかり撮影外でやったんですけど、この1位のスーパーマリオワールド、これをねクリアしました。結構ね10分ぐらいでクリアできたんで、このねクリア率がまた低いね、この3位のスイッチングスピード、カッコハード、カッコ閉じ、これをね、ちょっとやっていきたいと思います。クリア率がね、2.57 ということで、左の方を見ると、旗のマークがあるんですけど、ちょっと一回ね、遊ぶやっちゃったんで、はい、実質まあ初見ということで、やっていきたいと思います。まだ一回もやってないからね、ちょっと間違えてさっき押しちゃったんで、やっていきたいと思います。ベストタイムがもうギリギリなんだよね、これ30秒らしいんで、やっていこうと思います。いやー、緊張するね。スピランさっきもやったんだけどさ、すげー楽しいんで、ちょっとやっていこうかなと思います。さあ、Y ダッシュをね、駆使して。なんかね、見た感じ、ちょっとね、ボタンがね、すごくて、スイッチか。ここでしっかりジャンプして、あー、落ちたなるほど、なるほど。これね、オンオフを駆使して、やっていく感じですかね。で、このね、パックフラワーが落ちる前に、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。あ、なんか意外といってる。あー、ダメだ。さあ、頑張っていくぞ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。あー、落ちちゃう。いやー、難しいね。コーラとかさ、パックンとかはちょっと邪魔なんですけどね。さあ、オンオフをね、駆使して、頑張って、やっていきましょう。さあ、オフして、オフ。なんかめっちゃいってんだけど、なんかめっちゃいってる。あー、ダメだ。もしかしてセンスある？センスあるんじゃない？さあ、頑張っていきましょうか。これ、オフ、オン、オフ、オン。あー、落ちた。ここでちょっとミスるね。いやー、楽しい、本当に。さっきから本当いろいろなね、コースを、プレイしてやってるんですけども。いや、楽しすぎてマリカをおろそかになること間違いなしだ、これ。まあ、マリカの撮影もちろんやるんですけど、あー、これダメだ。いやー、これね、ギリギリクリアなんで、少しでもこれ、ミスったら終わる。さあ、これじゃん。あー、ダメだ。上のコーラに当たっちゃったじゃん。さあ、やっていきましょう。ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ。さあ、ここで、押して、押す。押して、押して、押して。これはどうする？あー、そこになっちゃうか。そこのトゲ当たっちゃう。さあ、最初らへんちょっとコツつかんできたんで。さあ、ジャンプ。あー！ここジャンプ入んないんだけど。さあ、行くぜ。さあ、うん、はい。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 はい、はい。あー、これリズムゲーでもある。あー、これダメだ。ここちょっと難しいな。なんかね、難しい。感覚はね、少しずつ覚えてきてるんですけども。さあ、オフスイッチして。いざ撮影になるとやっぱ緊張してね、クリアするのがなかなか難しいかも。これでオンオフスイッチ。あー、ここ低いね。ここはギリギリでジャンプかな。こんな感じで。なるほど、なるほど。まあね、少しずつ学んでいけばいいんでね。はい、はい、はい、はい。さあ、ここで、はい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 。うわ、意外といってる。ここで、はい、ここで、はい、やべえ。はい、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 オッケー。え、クリア？マジで？クリアじゃないか。今なんかクリアかと思ったな。これジャンプして、ジャンプ、ジャンプ。え、待って、めっちゃいってんだけど。何これ何これ何これ。やばい、ジャンプ、ジャンプ。え、才能発揮？これで被って、押して、あー！なるほど、なるほど。落ちちゃうのか。難しいね。いや、今結構いったぞ。初見であそこまでいけるとは俺も思ってなかった。マジか。さあ、これジャンプ。スイッチステージ結構面白いな。ジャンプ。あー、ダメだ。さあ。はい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 と。はい。はい。そこでしっかり踏んで、踏んでじゃない。これしっかりね、スイッチ押して。押す。あー、ここ。ここもうちょい早めだね、あそこ。遅くやっちゃうと止まっちゃうんで、もうちょい早くだな。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。うわー、あー、ダメだ。して、あー、ちょっとダメだ。いやー、なんか手が勝手にもう感覚覚えちゃってるね、これ。すげえ。さあ、頑張ってね。あと少し、あと少しだよ。あー、ミスった。あー、ここで低いジャンプになっちゃった。もう押して、押して、あー、ここね、ここがちょっとね、タイミングは難しいんだよね。ジャンプと。あー、はい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 、と。はい、さあ、さあ、ジャンプ、押す。あ、オッケー、オッケー、決まった、決まった、これいいね、これ、これいい。いや、ようやく決まった、オッケー、オッケー、オッケー。さあ、ジャンプして、ジャンプして、オッケー。
さあ、ここで押して、オッケー、めっちゃ完璧。あと残り11秒。これでミスなくいければ完璧なんだけど、押して、押して、押して、はい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 。これで押して、あれか、コーラ、オンにした瞬間にジャンプするのか。いやー、そこだな。はい、はい。いいぞ、いいぞ、ここまではもう余裕になってきた。ここまでは問題ない。さあ、この次なんだよな。あー、ミスった。はい、終わり。さあ、次決めるぞ。行くぞ。カズマルクス。次行くぞ、ジャンプ。さあ、ここもジャンプして。はい、はい。はい、押して。押して、押して。で、ここ、押して、押して、押して。いやー、いいぞ、いいぞ、いいぞ。今んとこいいぞ。今んとこ押して。さあ、ここでしっかりと。あー、ここもタイミングはちょっとね、難しい。慣れてきたとはいえ、なんかね、少しでも油断するとね、ダメな箇所ですね。さあ、ジャンプして。はい、はい、はい、と。はい、はい、はい。ジャンプして。はい、と。いいぞ、いいぞ、いいぞ。あそこの切り替え気持ちいいな。じゃあ、ジャンプして。はい。ここもジャンプ、ジャンプ、はい。で、ここもジャンプ、あー、ここタイミングずれるなー。さあ、ここで、はい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 、ジャンプして、ジャンプ、はい、はい。ここもジャンプして、はい、はい。で、ここジャンプ、はい。いいぞ、切り返し、華麗な切り返し、いいぞ。ここで、しっかりトゲも気をつけて、さあ、ここしっかりジャンプして、オッケー！いいんで、今んところいいんだけど。さあ、ここね、問題。問題地点来たよ。ここでジャンプして、はい、ジャンプ。1秒でもこれ止まったらもうアウトなんで、はい、ジャンプ。あー、止まっちゃった。はい、ダメ。いくぞ。はい、はい、はい、はい。いや、クリアできそうでなかなか難しい。30秒だからね。これ集中すれば。そこでジャンプ、ジャンプ。はい、はい、はいと、はいと。はい、いいぞ、今のところ。ジャンプ、ジャンプ、はい。で、ここもジャンプ。ギリギリジャンプね。あそこギリジャンかな。さあ、ここまで来るのにちょっと時間かかったぞ。ジャンプ、ジャンプ。はいと、はい。で、ここのコーラのとこね。はい、あー、ここもー！さあ、次決めていきましょうか。頑張れ。はい、ジャンプ、ジャンプ、はい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 、ジャンプ、はい、ジャンプ、はい、はい、バン、バン、ジャンプを押して、駆使して、行くぞ。はい、はい、はい、はい。さあ、押して、ギリギリ、オッケー。さあ、問題の箇所来たね。ここを頑張っていきましょう。そこ、ジャンプして、ジャンプして、はい。さあ、ジャンプ、ジャンプ、はい、はい、ジャンプ、ジャンプ、はい、ここで、ジャンプ、オッケー、いった！これは、ギリギリクリアなんじゃねえか？オッケー、来い！よっしゃー！来たー！クリアー！来ましたね。いやー、多分20何分くらいやったんじゃないかな。ということで、無事ね、クリアすることができました。もう、ジャンプとかさ、はい、押すとか、はい、はいしか言ってないんだけどさ、皆さんどうでしたでしょうか？もう、汗だくなんだよな。
背中が汗だくということで、僕のタイムは 29.649、ベストスコアが 29.616 惜しいね、もうちょいでベストスコアいけたんですけども、いやーいいね、本当にこのコース最高でした、ありがとうございました。はい、ということで今回はこのコースやったんですけども、皆さんどうでしたでしょうか。いやー人気ランキング適当に見てて、ちょっと楽しそうだなと思ったコースをね、やってみたんですけどね、いかがでしたでしょうか。クリア率がね低いコースをねなるべく選んでやってるんですけどね、クリア率 2.5、チャレンジ数がね34万いて、クリアした方がね9000人弱ということで、ね、その中の一人に入ってるというね嬉しさ、もう達成感半端ないなということでね、皆さん今回もご視聴ありがとうございました。マリオメーカーの動画だけではなくね、マリオカートの動画もね、出してるんで、そちらの方もねぜひ過去動画からチェックしてご覧ください。マリオメーカー楽しんでね、これからもバンバン上げていきたいと思うんで、今後の成長ね見守っていただけると嬉しいです。また初見さんもね、どなたでもいいんでね、コース ID ね、ぜひコメント欄にてね、バンバンね、送ってきてくれると嬉しいです。ということでね、次回もまたやっていきたいと思うんで、よかったらね、また次も見てみてください。それでは、カズマルクスでした。